京都立花高校吹奏楽部オレンジストームが台湾に上陸した伝説第29話グランドホテル特別公演。専用車でグランドホテル到着。立花高校の先生と生徒たち、バスを降りてグランドホテルに宿泊。主催者側も準備万端。伝統的な台湾料理のウェルカムディナー、台湾風フライドチキン、ハタムシ、海鮮焼きビーフン、古代トンリブクリスプ、チキンシチュー、小豆マフィン。グループメンバーを楽しませる台湾グルメの数々。夕食後、レストランのベランダから見たメンバーたち、台北市の夜景を眺める。みんな記念にセルフィーを撮るのに大興奮。10月6日午前9時、白いシャツでプリーツスカートの女の子、グランドホテルのロビーに初登場。バスドラムと姿勢を調整したら、バッジを立ててリズミカルに太鼓を叩きます。静かな会場を太鼓の音が震わせた。太鼓を叩く生徒は自分の楽器を持参します。ホール階段途中の背景の壁の後ろから一人ずつホールへ。同時に彼らは現場で傍観している人々を観察し続けた。興奮して手を振る。シングシングシング音楽の音の中で公演ラインナップも準備完了。立花高校が台湾で初めて公演。早くて生き生きとした音楽サウンドとアクション、聴衆の注目を集める。音楽のリズムに合わせてひねったりもします。ほんの数分のパフォーマンス、雰囲気が沸騰している。番組が終わった瞬間、人々の心に衝撃を与えた。親指を立てて言う、素晴らしい。立花高校吹奏楽部フラッシュモブ演奏後、グランドホテル前、写真を撮って叫ぶ。オレンジ高校吹奏楽部。今回の台湾への旅程は非常にタイトで濃密なものです。まさに立花高校吹奏楽部。明日の旅程は何ですか？ロックを続けてください。オレンジの嵐が台湾に上陸伝説。第30話。蔡英文総統と偶然会う。